こんばんは。お疲れ。何これ、焼き鳥みたいなもらったタコ。お疲れ。乾杯。乾杯。ありがとうございます。こんばんは、中村舞です。皆さんこんばんは。お疲れ様。こんばんは、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 こんばんは。手紙ありがとう。水色のモフモフの服かわいい。カーディガンです。そう、公演が発表されてた。皆さん公演が発表されてました。なんとですね、1月1日にそう、元旦から公演があるということで、はい、1日に公演があります。あのね、公演ね、いっぱい発表されてました。初めて？え？初めてかも。そうなんです。1月1日が発表されてて、あと花だれ公演も発表されてたし、全部出る？いや、わからん。メンバー発表されてなかったね。なんでちょっとわかんないですけど、全部出るとかは。あ、ありがとうございます。福フェスの、そう、次の日も、そうなんですよ、1月15日に勝手に四国観光大使の公演が出てました。決まってました。乾杯。ハートありがとう。そうね、福フェスの後なので、それは出るのかなっては思ってるんですけども、そうなの、昼夜同じ会場であります。フェストハレっていう香川県のライブハウス。スタンディング、いや、それは分からん。スタンディングじゃないんじゃないかな。ああ、違うと思うんだけどな。ちょっとそれはわからんわ。書いてなかったかね。初見さん、ありがとうございます。中村舞です。姫県出身です。多分ね、福フェスはスタンディングなんですけど、四国公園の方は多分座りじゃないかなって思ってます。そうなんですよ、ちょっと公演が、あと、そう、生誕祭とかもね、発表されてるのでお願いします。ぜひぜひ。ありがとうございます。昨日話していたら、なんと今日出たっていうね。そうなんです。ヤンマガ、そう、ヤンマガ、そう、ヤングマガジンさん、そうなんですよ。なんか ST48 の、そう、なんかグラビアみたいな、みんなね、そう、登場するっていうのが、始まってます。始まってます。始まります。そうなんです。みんな、一人一人。そう、ネットで、
9がいつ出るかは知りませんね。撮影した？いや、してない。私はしてません、まだ。はい。順次メンバー、そうそう、シティ・フォーテッドメンバーみんなですのでね。まだしてないです。投票します。なんかそう、なんか投票みたいなのがあるのよ。そうなのよ。で、なんかそうなんですよ、上位12名みたいな。撮影希望って出せるの？いや、知らないですね。私ね、基本ね、なんかそういう撮影系は当日そこに行って知ります、いろんなこと。なので、なんか知らないまま結構行きます。なんかね、服とかも、まあ、用意していただくんですけど、当日に行って、で、なんか何着かあって、で、あ、どれ着る？みたいな感じで結構こう試着とかして、で、なんか自分に合うやつとかを、そうそう、なんか何着か用意してもらって、その中から選んだりして着たりするので、なんかその当日に決まることがあって、あんまり知らないまま行きますね。なんか合わせてみる、どれがいいかねって。でも結構自分だけじゃなくてみんなで決めますね。ポージング悩みませんか？ポージングはでも結構悩むけど、カメラマンさんにめっちゃ助けられます。本当に結構カメラマンさんが指示してくださるので、そうですね、カメラマンさん、なんでそんなにポーズをしてるんだってぐらい本当にいろいろ助けられます。すごい。全員すごいよね。ね。配信で練習しません。みんなが指示してくれるんですか？してくれるのか？でもしょっちゅう場所移動するけね。椎茸のポーズ、椎茸、こんなんで撮りません。舞茸のポーズ、舞茸。舞茸っぽいでしょ。舞茸。なんかね、でもポーズらしいポーズそんなしないんですよ。なんか結構、まあ、する時もありますけど、なんか本当に流れるように、なんかキメキメじゃなくて自然体がいいんですね。ね、自然に。
まとめです。レターありがとう。今年の漢字は何ですかって、もう何ですか、漢字一文字なんかに収められるわけないじゃないですか。うわー、まあでも STU の自分、 STU の自分としては花っていう字ですね。やっぱ花っていう字が今年は STU の自分は花。そうね、今年1年花は誰のものめっちゃ歌ったし、花は誰のもののなんか気持ちが強いかも。怒る？なんか今年一文字が怒るですとか、なんかちょっとにゅーん、なんやろね、むずくない？寝る？確かにいっぱい寝たわ。なんかさ、めっちゃさテレビとかで今年一文字はみたいなよくやっとるわ。年末感じるこういうの。もうなんか、今年終わるんすねみたいな。あと半月ちょい。そうなの？早いね。イルミネーション見に行ってない。クリスマスマーケットとか行きたい。クリスマス感じたいんだよね。クリスマス。ってやつが好き。ごきげん。英語で歌え。練習しとこう。結構歌う。そう、この曲好き。クリスマスって感じる。バンされ、これ結構バンされそうだった？マジ？何か音がしたの、お姉ちゃんがお風呂に入ってるのと思います。アネキュー。あとあれも好きだよ。出てこん。歌いたいのに出てこん。
ってやつ。わかった？結構な尺で歌った。イントロドンじゃないですよ。ラストクリスマスも好きだよ。メリークリスマス。え、あったよね、メリークリスマス。この曲、あれ、この曲だよね。このまま配信終わりそう。好きなんですよ、クリスマスソング。何飲んでる？うん、紅茶。これは紅茶です。お酒飲みましたか？いいえ、飲んでません。お酒は飲みません。断酒、禁酒。23歳にしてお酒を断ちました。まあ嘘なんですけど。でもあのお酒飲んでないかな最近。禁酒、禁酒、禁酒。お酒を飲んだらね、すごくこう太りやすくなっちゃって、なんかさ、こうお腹に出るよね、お酒はね。ビール、ビールはね飲んだことあんまないかも。ビールはね、なんか一回だけロケで、あのなんか試食じゃない、試飲みたいなのしたんですけど、それ以外なんかビールはそれ以降飲んでないですね。飲んだことない。断酒。うちのお父さんがね、 LINE でね、私にね、
断酒を進めてきたんですよ。もうすごいね、進めてきてね。でもね、うちのお母さんがね、なんか前に言ってたんですよ、お酒はほどほどに飲んだらなんか胃がアルコール洗浄されてすごい健康にいいんだよみたいな言ってて、だからほどほどがいいらしいよ。なんかアルコール洗浄、胃の洗浄、飲んでた。いや、お父さんとなんかお酒の話してたんですよね。お父さんお酒が一滴も飲めない人で、お父さんってなんでお酒味が嫌いなんみたいなの聞いたら、なんか飲めんみたいなずっと言っとって、匂いが、なんかちょっと無理みたいな、ちょっと苦手だ。お母さんも飲めない。お母さんはね、ほどほどです。うん。お姉ちゃんは、うん、飲めないですね。お姉ちゃんはね、私だからあんま家族でお酒とか飲んだことそんなないですね。お母さんと一緒になんか家でなんか本当にもう缶チューハイを半分ことかはしたことあるんだけど、家族でお酒を飲むってことをそんなにしない。お姉ちゃんともないし、お父さんともない。お母さんも飲んでもほんのちょっとしか飲まないので、お母さんと一緒。そう、大人のお母さんと一緒。なんかお母さんと一緒って言うと、なのでお酒はちょっと大人ですからね。乾杯、ありがとうございます。まあね、私はまあお酒の話そんなにしないんでね、みんなが私に対してどういうイメージを持ってるかわかんないですけども。まあちょっとね、あまり私からの発信は控えておこうと思います。はい、ありがとうございます。忘年会しないの？忘年会しないな。貴重なお話、もうちょっとやめてくださいよ。何も言いませんからね。ありがとうございます。怒りそうって。やばいじゃん。ブラボー、ブラボーだよ、ブラボー。荒ぶりそうとか暴れそうだとか、なんてこった。
お正月は誰と過ごすの？あなた、キラーン。いやマジでお正月はまあ公演に自分出るつもりでいるんで、まだメンバー発表されてないですけど、うん、おきちゃんと帰省出た、その話。でも実家帰れそうな時はあったら帰ります。はい、そうですね、ありがとうございます。ワンちゃんに会いたい、会いたいし、マジでちょっと一緒に住むこと結構考えてるんですけど、現実で叶いそうになくて、一緒に住みたい。大晦日の夜更かし配信、もし公演に出るんだったら、あまり夜更かししすぎはできないですけど、年明けは配信します。なんかサプライズあったらいいね。餅つきしたい、みんなで餅つきそういうサプライズじゃない、餅投げたい。何でしたっけ、なんだっけ、餅投げじゃなくて、なんだっけ、こう投げるやつ、餅巻きだ客席に餅巻きしたい餅巻きたい。新築の演奏だよ、新築。確かに私小学生の時にさ、誰かんちが家建つらしいよみたいな情報聞きつけたらさ、知らん人の家行って餅をさ拾いに行ってたんだよね、小学生の時に。あれ良かったのかよく分かんないんだけどね、なんか誰々さん新築らしいよみたいな、なんかあそこら辺新築らしいでみたいな聞いて、ちょっと行こうかなって言って餅を拾って帰ってたいやそう、小学生の時なんかその情報を友達から仕入れて餅ハンター、そうなんですよ。いやね、これがね、餅巻き結構人来るんだよね、新築建つと。なんかね、新しい家が建つと餅巻くんですよね、そこで。お祭り、今やってるかわかんないけど、田舎でやってた。田舎あるあるなの？私の確かに住んでるところもちょっと田舎なのかな。多分ありがとうございます。
餅どうやって食べるのが、お餅は安倍川餅が好き。美味しいよ安倍川餅。そう、きのこ、なんですかそれ。え、なんかきなこ、なんか柔らかくしたお餅を醤油につけて、で、あのきなこ、きなこに砂糖入れた甘いきなこにまぶして食べるんです。めちゃめちゃ美味しい。甘じょっぱい。ちょっと、あ、焼き鳥ありがとう。やってみて、美味しいよ。最近ね、何にでも豆板醤つけるのにハマってるんですよ。本当に病み上がりでこんなことするのは良くないって分かってるんですけど、本当に何にでも豆板醤をつけるんですよ。で、チューブの豆板醤持ってるんですけど、豆板醤つけて、めっちゃ美味しいんですけど、食べ終わった後めっちゃ胃が熱いんですよね。絶対これ体に良くないなって思いながら、すごい量の豆板醤をつけて食べてます。味覚戻ってきて、味覚ね、戻ってきた。だいぶなんかでもたまにうんってあるけど、嗅覚の方が戻ってくるの遅い。辛味わかる、甘いのもわかるよ。おかえり、ただいま。そう、咳もだいぶ落ち着いた。そうよ、徐々にね、元気になったよ。やっぱり健康が一番ですよね。皆さん健康に行きましょう。うん、お金で買えませんからね、健康は。1週間休めて嬉しかったが本音なわけないじゃん。もう私マジで1週間の記憶ないぐらい本当に孤独で寂しくて、もう毎日泣いて、本当にもう息苦しくて、もう本当にもう逃げ出したいし、もうこんな思い一生味わいたくないってぐらいメンタル来てた。なんか体が元気になってもメンタルが元気にならないみたいな。メンタル回復しない。泣いてた、泣いてた。もう
泣いて疲れて寝るみたいな、で起きてまた泣く、あなんか泣いたら体力消費するんですよね結構、疲れたみたいなでもほぼ寝てたもう寝るしかなかった、なんかやることがなくって寝るしかないみたいな、赤ちゃんだと思う赤ちゃんですよ本当に。もうねあの日のことはね封印しました。はい封印バイバイ。もう思い出さんそんな、ちいかは嘘、はい、うんうん、かわいい、ありがとうございます。ご来場し話にできるときもうなんかね、まあ過ぎたことやけね、もうね今でも思い出すと思うってなりますくまありがとうございます。そういうこともあった。しょうげません、考えるな考えるな、もう嫌なことは考えるな沖縄と鹿児島にも橋を架けませんかどうですかこの提案こう全部車で日本行けるようにしませんかどうですか長い長い長い橋、物理的な、そうそうそう、壮大無理かな、マイキューが総理大臣になり、無理ですね、難しいですね、政治家に、知事に、難しい、いろんな意見聞いて病んでやめちゃうかもしれない
難しい話はちょっとできませんね。新幹線？おお。新幹線？沖縄？え、リベンジ沖縄あるよ。沖縄リベンジ。あと沖縄で、ソロをする予定だったんですけど。はい。ちょっとね、できなかったんですよ。沖縄で。はい、沖縄だったかーって結構匂わせたんですけどね。沖縄でねソロする予定だったんですけどね。はい、できなくってソロ公演じゃなくてソロ歌うみたいな一曲ね。めちゃめちゃ匂わせたね。行ってよかった。もう行っていいじゃろ。いいよ。おきちゃんも匂わせとったしね。まあそれがリベンジできたらいいですね。昼夜どっち？いやこれ言っていいのかな？わからん。沖縄延期中止、延期です。仙台は、仙台では、しなそうです。はい。匂わせ、もう結構言っちゃいまくり。はい、ありがとうございます。沖縄がラストどうなんだろうね。ちょっと日程が分かんないけどそうなのかな。でも1月に TDC があるもんね。ソロないの？ソロはあります。やります。はい、うん。仙台は誰がソロするの？え、なんか誰からも匂わないですか？分かんないけど私はちょっとなんか嗅いでみてください。 PR 舞台を。どうでしょうか。なんか星になってる。何星？牛タンの香りが。え、楽しみ。牛タン。でもなんかめっちゃ寒いって聞いたんだけど。寒いんかね。なんか雪降るんじゃないみたいなの聞いた。雪降るんかな。
寒いらしいよ。雪降るとちょっとテンション上がる。いいな雪。みんなあったかくしてね。広島あんま積もらないからね。あ、そう、あったかい上着を手に入れたので楽しみ。愛媛もね、あ、積もるところは積もるわ。山の方はもうね、うん、めっちゃ積もるわけでもないかも。あの新しく買ったねダウンね、歩いてたらめっちゃ汗かくんですよ本当に。いや最近の広島日中は暖かいのかな、なんかめっちゃ汗かくんですよね。めっちゃ暖かい。自由行ったら同じのがあった。じゃあ私が買った後に値下げしたらしいんですよ。うわー、冬はこれからだろう本当数日後。おこおこじゃない、まあ、うん、まあ、なんかタイミングみたいな。うん結構話し、え、これはちょっとね、なんてこったでしょ。ゆきありがとうございます。しょうがない、もうあの荷物を詰めないといけないんですけど一生詰められない。もうしかもね冬服めっちゃかさばるんよ。でさ、もう本当にもう私さ、ちっちゃいキャリーケースしかないけんさ、本当に頑張って詰めんといけんのよ、もう気合で真空パックか持ってないな。大きいのか、なんかでもね、いくら何泊もこうあったとしても3泊分ぐらいしか持っていきたくないんですよなんか服をいっぱい持っていくのがすごく嫌で、もう向こうで洗濯するつもりで行くんで、なんかね何泊も用意できないんですよね。沖縄どうしたの？いや沖縄それしたらさ3泊4泊ぐらいしか持ってってなくて、そしたらなくなったの、あの着るもんがなくなって、あの最終的に本当にもうロンT1枚で過ごしてたから、
本当に履くものもなくなって、さあもうあのずっと体がしんどくて洗濯もいけてなくって、しかもね聞いてほしい、沖縄行った時にその熱が出た時にもうものすごく悪寒がしたんですよ。寒くて寒くてたまらなくって、で暖房つけたかったんですけど沖縄あったかいから冷房しかつかなかったんですよ、そのホテルが。でこう何回押しても冷房にしかならなくって、切り替える暖房ボタンもなくって、もう冷房しかないんですよ。そのだからつけるか冷房つけるかつけないかの選択しかないから、もうブルブル震えながら寒い寒いって言って、ホテルの人に毛布を借りて、毛布を着て、そうしのいだ、もう寒すぎて。そうなんよ、11月は冷房だけだった。そうなんです、沖縄めっちゃあったかい。一括か、そう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 、そうなんよ。そんなこともあった本当に。こんな経験ないよ本当に。寒かった、寒い沖縄だったかも。5分前だよ。そうなの、うん、な56だった。それではね、深夜のパッキング作業を私はこれからしていきたいと思います。すっごくすっごく時間をかけて、もうね本当にね気が散ってね、いろんなことにもう。できんのよ、困っちゃう。ちゃんと寝て大丈夫、壇上呼ぼう。みっちゃんさん、りょんきゅうさん、刀剣太郎くんさん、なっつんさん、しんじさん、くまねパパさん、東京のスワンさん、あおさん、ふがくさん、とおるさん、きなぺこさん、スルメッコさん、ふくたろさん、ありがとうございます。何にそんなに気が散る、なんか集中力ないよね。悩みです、集中力がありません。おやすみ、おやすみなさいませ。また明日また明日。
おでこかゆ。コメント見よう。おやすみラブ愛してます。バイチャラポー、グッナイ。おやきゅー、ラビュー。おやー、大好きだよなブラボー。最高。また明日。おやすみ。またね。ツインでした。